さあ、トレーラーバンライフ DIY、今回は何を作ったんですか、妻？はい、今回はですね、なんとこちらのベッドにもなるソファーのカバーを作りました。クッションカバー。理由は？理由はね、まあ見てご覧の通り古臭いデザイン。あともう多分色褪せちゃってるよね、これ。もうさすがにね、年式がそこそこありますので、まあそもそも傷んじゃってるしね、ソファー自体も傷んじゃっているので、ここでね、リメイク。そう、カーテンも変えたし、でテーブルもシート貼って、なんだけど、なんかここね、ここだけちょっといじらないっていうのも面積的に大きいし嫌だなってのを思ったので、今回これを作りました。で、用意したのが、はい、こちらなんですが、はい、こだわりポイント1、はい色、なんかちょっと最初なんだろう、今流行りのさ、ネイティブ柄みたいなのも結構探したんだけど、カーテンそもそも柄にしちゃったから、多分ソファーも柄にしたら、ちょっと かなりうるさくなっちゃうかなと。あともしかしたら秋が来るかもしれないと思って、このトレーラーのイメージは、まあ外装からちょっとね、ブルーとか、こう、何、サーフィン、カリフォルニア的なイメージだったので、ちょっとブルーでデニムにしてみました。デニム。はい。しかもこのデニム、はい。なんと、ジーンズで有名な岡山県、小島のデニムです。桃太郎やないかい。近い近い。桃太郎のデニム。そう。なので、ほんとね、これでデニムを作る人もいるんだけど、これはね、8オンスっていう厚さで、そこそこ厚みもあって強度もあるんだけど、ミシンでも縫いやすい厚みを選びました。うん、だいたい、このトレーラー1台分でどのぐらいのサイズの生地を買ったんですか？なんと、10メートル。10メートル。幅は150センチで10メートル。なかなかな広さですね。小島の高級デニムを10メートルも買って、我が家の家計は大丈夫ですか？まあ、大体、生地代としては予算どのぐらいですか、これ、そのサイズで。2万ぐらい。まあまあ、かかってるね。でも、普通の生地に比べるとまあ高いけど、でもそんなにすごく高いってわけではない。うん、そうだね。うん、どっちやねん。だから、なんか、うん、ね、デザイン的にも強度的にもお手頃、うん、なるほど。で、今回のオリジナルで作ったカバーの特徴としては、あ、特徴はね、こういう風によくあるさ、ベッドのカバーで、うん、ボックスシーツカバーってこうなってるじゃん。ゴムが入っててピヨンって被せるだけ、うん、なんかその辺はもう楽にこう取り外しできるように、見えない部分をゴム、そう、そこになる部分をゴムにしてます。で、それは全部自分でミシンで裁縫して、はい、立体的に仕上げたということですかね。うん。結構ね、採寸が一番大変だった。なぜなら、サイズ間違えたらぴったりはまなくなっちゃうから。と言いつつも、実は一回寸法を間違えて、実は布を足しております。ここ、ここ。この分足りなかった。わずかな幅で足りなかったですね。そう。だから全部、8個分全部これ足しました。わずか5センチぐらいね。そう。なるほど。まあ、こういうこともあるので、採寸は、はい、ベリー気をつけてねと。そうだね。まず早速1個目かぶしてみましょうかね、はい、どんな感じになるか。はい、ではかけまーす。はい、お願いします。まず座面ですかね。あ、スポットね。そう、かぶるんですね。すげえドキドキするなぜ今初めてかけるから、ね、実際に本当に入るのかと。あ、まあ、まずここはクリア。クリア。お、いい感じじゃないですか。そしてそのまま。こっちですね。よいしょ。おー、なるほど。スポット。くるっと。ピピッとちょっと。あ、いいですね。サイズバッチリ。こんな感じ。あ、なるほど。裏はね。そうそう。くるんと。まさに、ベッドカバーみたいな感じで。そう。どうですか？フィット感？大丈夫だと思います。多分ね。いいですね。じゃあ一気にね、うん、全部の、クッションにカバーをかけていきましょうか。てってれー。というわけで、かなり雰囲気変わりましたね、これ。ね、閉まった。
キュッとね、うん、ちょっとこう引きで撮ってみても、うん、グッとね、この奥の空間の雰囲気が変わったと思います。うん、はい。さあ、そして反対側はこちら、じゃん！じゃあ二人掛けの席ですけども、いい感じで、ちょっとね、サイズが大きかったのか、ダボっとしてる感じがありますが、まあそこは愛嬌ということで、いいでしょうか。さあ、妻の採点、今回の完成度何点でしょうか？90点。高いな。あれ嘘。うん、いいんじゃないでしょうかね。いや、私にしては頑張ったと思う、うん。すごいね、普段一切裁縫をやらない妻が、まあ、夜な夜なべしてミシンをかけて作ったカバーですけど。まあ、細かいところを見てもね、こう、縫い目も非常に綺麗に収まっているので、かなり完成度高いのではないでしょうか。はい、いいですね、うん。一気に車内の雰囲気が変わってきました、うん。キャンピングトレーラー DIY シリーズ、今回はクッションカバーですね。オリジナルクッションカバーでした。ちょっと制作の工程は取り忘れてしまいましたが、ブログの方で詳しく紹介してますので、はい、ぜひご覧ください。お願いします。天然パーマートレーラー DIY。今日はここまで。ではまた。バイ。バイ。Dude, that father is 10 and permed!